あれ、なんか鍵、ここは現じゃないの？え、なに？あ、鍵？あれ、なんかもらわなかったっけ？違うの？これなんか取ってん、何回も。またここサンタでも出てきそうだろう。ああ、もうそんなこと言ったらまた出てきちゃうじゃん。やめてよ。えれん、余計なこと言うなよ。ソファーだ、すっかりシミが起き出ている。同じこといいんじゃないの。変わったところはないか。結構ビビるね、これ。いくらなんか。うわ、なにこれ怖いの。また落ちんじゃない。ガッガパタって。大丈夫だ。肖像画がなんで、みんなどこか似ている。あれ、ここにシザーマンとか書いてあったりしないの。伝えておくこと何もない。え？なんだ？鍵？どこの？バローズ邸の鍵？え？ん？バローズ邸？うん。バローズ邸ってなんだっけ？あの、バローズ邸の鍵？なんだっけ？バローズ邸って。あ、さっきの柵みたいなやつじゃないじゃん。あそこだけなんか、そうだよ。確かそうだよ。確かそうだった記憶がある。あ、ん？こっちでいいんだっけ？そこなんだっけ？この部屋なんだっけ？あれ、もう忘れちゃったよ。あー、ないのかな？早いな、忘れんの。すげえ。わ、早く。あれ、青鬼でもなんか暖炉からふわって出てくるシーンあるよね、青鬼が。あの、暖炉からふわって。青鬼ほど怖くはねえけど、ほんと青鬼はやばいよ、ほんとに。やだ、あれ、できねえ、怖くて。ここだ。ほら、向こうが行ったもん。いいねえ。鍵のあの回した時の音がいいね。何このなんか、何この四角い、何このやつ。なんか手すりとか。ん？これいいかなぁ。多分シダーマンが来るよね。バッて。ん？怖い怖い怖い。え？ノランかよ。なんだ。そう来る。痛そうですね。大丈夫？いきなり誰か。Jennifer, what about なんだ今のま。ジェニファー。Not yet. なんでジェニファーのこと知ってんのこの人は。俺も絶対探す。え？彼氏ですか？あと調べられるとこは、薬品や実験器具が並んでいる。役に立つ。薬品をシダーマンに投げつけたら、ほら、あれじゃん、やばいやつとかあるでしょ、薬品で。なんだこれ。あ、なんだこれは。ほら、もう見れる。あ、よっ、拾った。ん？電池？あ、懐中電灯が使える。ということは、あの暖炉でもう一回懐中電灯使えってことかな。そこ大丈夫？いくらノランがそこにいるからって安心できねえわ。布の袋が入ってる。こしろ。ん？何黙ってんだろう？あれ、この部屋知らねえな。え？何言ってんの？あれ？もうドア閉まって。早いな。ヘレン、ドア閉めんの早いよ。ノランはもういいの？話すことはないの？ノランは。はぁ、ランがないからいっか。じゃあノランさん、さよなら。そこで。ね。死んでください。上行こう、上。上行こう。ああ、エスカレーターみたい。うわ、こわ、ここ。うわ、怖い、ここ、やだ。え、何？怖い、やめよう、やめよう。
なんか変な音する。何この絵とか怖い。また落ちてくんじゃねえ、これ。え？あ、ん？やべえ、ここ怖い、ほんとに。暗すぎる。なんでヘレンとこだけスポットライトみたいなのが当たんだよ、これ。どういうことだよ。え？どう？あ、暖炉のか、あ、暖炉はまだ多分ダメだよ。あ、あ、なんか出られんじゃん、ここ。なんだ、ここどこだ？あー、ここか。ここなんて入れたっけか。鉄格子があったんじゃなかったっけ？動画上ではないけど。なんかし、あの、知ってんだけど。あ？何の鍵？何の鍵かと。ん？じゃあ一個ずつ調べていきまーす。いくか。見たこともない暗号がいくとも表表面に刻み込まれている。うん、随分と専門的な本を読んでいたよね。誰が読んでたの？シダーマン？あ、バローズ家か。え、これ誰が座っ、道を選ぶときは乾き道を進め、うん、この人だっておかしいだよ。ああ、もう、わかりました、わかりました。もういい、もういい、同じのを見たくない。ああ、もういいよ、おっしゃった、また。もういいっての。早く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 。はい。ん？なんかないの？ほら。あ、これ何？バズーカみたいじゃん、なんか。あ、違うんだ。なんて読むの？何台？読めねえ、読めねえし、なんか、低画質で見えねえ。あ、ダーマンとこにもある。何がつけたの？シダーマンということも、シダーマンしかいねえだと思ってことゴッツがつけたんじゃね？おー、なんかまたおっかないとこだね。片っ端かな。これは、違うか。これは海台が置かれている。あ、なんか、あ、上に置いてあるな、これ。ん？取れ。あ、踏み台に乗って取るんじゃない？踏み台はなんで見るの？ん？ああ、うわーんって変な音。あ、これで取ればいいのか。あ、取るの？自動で取るのね。あ、そうか。そこまで、手紙箱の中に木製の小さな箱、なんだこれ。手紙箱っておかしいやん。なんだ手紙箱って。こんなのだって入らねえだ、手紙箱。なにこの箱。欲しいんだけど。欲しいんだけど。なんでこういうアングルなの？なんかこれ本棚かな？なんだろうこれ。持って帰りたいようになって言ってる場合だろ。